今あのレコードの LP レコードもあるんですよ。 LP レコードもある。LP は要するにそのいわゆるあれですよね、内袋、メーカーのカンパニースリーブ、カンパニースリーブですよね。いやこれだって僕本当にすごい欲しいのありますよ。これ欲しいのあるでしょう。あります。日本コロンビアとか、マジですか、東芝とか。これ中古で買った時に、残念ながら普通のビニールで、そうそう、オリジナルじゃないって時に、ね、でカンパニースリーブが入ってなかったりするわけですよでがっかりってわけじゃないけど、まあそうですね、しょうがないかなと、これ東芝とかソニーとかいろいろこう集めてるんで、集めてるっていうか捨てないで置いてる。もうでもこれコレクションしてるみたいに見えますよね。あ、そうですね、明らかにねこれちょっと見てみます。どうぞどうぞ。ちょっとじゃあこの辺に広げてみますか。見てください、せっかくだったら。これね、わあこれね、欲しい人いますよいるでしょうね。これで、これがよくほらオリジナル版かどうかっていう時に、はい、その版が出て版以降のやつがこういうの入ってたりするとあ、これは再発だなとかね。知ってらっしゃるんですね。いやいやいや、だってこれでそうかって思って判別したりするね。なんかこの情報結構大事なんだよ、ね。こうやって見ると綺麗ですよね。そうですよね。もうどんどん重ねていっちゃう。なんかお金かかってますね。これ順番不動ですか？もう全然かけない。あ、じゃあ、こうやって見るとやっぱりジャケットがいいんで、ジャケットのアートそのものが、こうやって重ねてると、これだけ見てても楽しいよな。わー、すごいな、こんなね。いや、これ、新しい、なんか、趣味ですよ。ただこれだけは売ってないし、これだけ手に入れる。じゃあこれはあれですか、買い取ったはいいが、ただあの盤が反ってて使えなくて、だけど全部丸ごと捨てるのはもったいないし、例えばジャケットが生きてたり、カンパニースリーブが使えるんだったらもっと、そうですね、持っておこうっていう。やっぱり学生時代とか、はい、音楽やっぱり大好きだったんですか？そうですね、はい、やっぱり当時なんかこう、ね、中学高校とかなんかロックとかですか？聞いてたり、ロックですね、やっぱりね、ロックで言うと何でしょう？ね、やっぱりストーンズ、ビートルズ、ゼッペリン。一番最初はね、小学校、中学校ぐらいの時のグループサウンズなんですよね。あ、グループサウンズの日本の、はいはいはいで、ベンチャーズとかね、ベンチャーズで、はい、で、あとはよく流行ってた深夜放送みたいなね、ラジオの、ミルボード、キャッシュボックスなんとかとか、ミルボードトップ40とか、そういうありましたけど、聞いて聞いてて、ね、ヒットチャートで。はい、であと、やっぱメタル、ヘビーメタルみたいなやつですよね、今のハードロック。ハードロックね。ゼッペリンとかね、あの辺とか、あと、まあ、ローリングストーンのビートルズ、まあ、その頃のね、一番、活気があった時ですよね、はいはいはい、はい。ね、はい、でレコード屋さんをお始めになったのは何年なんですか？はい、随分。ですね、僕が29の時ですね。29ですから、今僕67なんですけど。67歳。はい。そうですか。もう38年目ぐらい。そうですよね。はい、はい、はいはい。なんかきっかけっていうか、なんかあったんですか？なかなか僕大学を東京に行ったんで、はいはい、まあ、その子漠然となんか音楽関係の仕事をしたいなっていうのはあったんですね。で大学の時にディスクユニオンっていうところでバイトしてましてですね。あ、そうですか、はい、はいはいはい。でちょうど卒業する年がものすごいその就職難の時代です、はいはいはい。でまあ、田舎帰っても就職もないし、はい、まあ、レコード屋好きやったから、まあ、そのままアンディスクユニオンさんにいて、まあ、社員になって、はい、ってでずっと28年までいたかな、って、はい、それからまあ1年こっち帰ってきて、まあ、家庭の事情で帰ってきまして、
こっちがご実家だったんですか、ね、そうです、はいはい、で、ここに、うん、それでもやっぱりちょっと忘れられないっていう、ね、やっぱり自分でもやってみたいなっていうで、ここで、で、ここでまさにここで開いたんですか、ここじゃないですか、最初は違うところ、駅前です、駅前で、はい、で、そこは立ち退きになったんで、ええー、はい、ちょっとさすがに、なんかこのこれから催事場に行こうっていうものを買っていくっていうのはなかなか両親が痛みますが、買っていこうかななんて思っちゃったりするのも出てきたりするんで、店名の由来はいつもね、どの店でも聞くんですよ、はい、なんかあります、ね、あの僕その音楽はいろんな生き方をしてたんで、あの好きな、ね、あの年によって好きな、なんていうかね、最初はロックが好きで、はい、次がソウルが好きで、今はもうあのブルーグラスとかカントリーが好きなんですよね。ああそうですか。聞いてるんですけど、うん、あの店やった時なんかはやっぱブラックミュージック、うん、いわゆる、うん、あの僕の音楽ですね、はい、ソウルとかね、ブルースとかいうのはすごい好きで、特にあの50年代のね、あのドゥアップが好きだった。ああ、さっきドゥアップのコーナーもきっちりあって、はい、これなかなかないなと思ってたんですよ。はいはい、でそのまあドゥーアップの中でもそのいわゆるねバードグループっていうあの、うん、鳥の名前を使ったグループが好きだったんです、うんうん、フラミンゴス・レイジンとかね、うん、あとスワードスとか、うん、その中でもフラミンゴス好きだった、ムード派のあのグループが好きだったんで、はいはい、まあ、これがいいなっていう感じで、フラミンゴスから来た、そうです、うん、であの、まあ、鳥の柄がやっぱりなんていうか、まあ見ればわかるみたいな感じのね、そうですね、見ればわかるみたいな感じのロゴにもなりますし、そういうことだな、まあ、いいかなと、はい、でも今でも特徴はありますもんね、そういう意味で言うとこの店名としては、はいはい、あ、そうですね、うん、はい、どうしようかな、これあのバーブのカンパニースリーに取り替えてもらうといいんですけどね。これ CD 持ってて、でもしばらく聞いてなくて。あ、そうですか。思い出しましたけど。いいですね。これつもりだな。思い出しました。こんな感じですかね。確か。そうですね。はい。ヨミスミス割とその木を照らってなくて割と好きなんですけど。あ、そうそう。そうですね。はい、もう普通で。まあ何回も聞いてもね。はい。全然。はい。で、これとね、でこれそうすると必然的に買えなくなっちゃうんだよな。そう、これかな、シモーネ。これあの、そういえば、ブラジル版結構たくさんありますけどね、はい、なんかマニアの方が持ってきたとか、そういうんじゃなくて、ブラジル音楽のブラジル版っていうですね、買い取りで、あのまだ在庫ありますみたいな、きっとブラジルコレクターの方がいたんですよね。そうですね、うん、すごいブラジル版ばっかりあって、親っていう感じです、ね、ああ、まだあります、あの成分だけで出します、ね、ああ、そうですか、はい、あとあそこにあのジャズのダルマヤコーナー、はいはい、あれは池袋の、あ、そうです、ね、あの、はい、まあ委託でお預かりしてるんです、ああ、はい、そういうことですね、はい、いや、親って思ってそうですか、うん、はい、では決まりました、はい、お米シモーネ、ちょっとこれも一瞬かけてもらっていいですか、ね、はい、多分アンニュイなボーカルだろうな、ちょっと新しいなんだね、新しい、ね、年代的に、ね、年代的には、ね、MTV の音だと思うんですけど、新しい音、はい、まあ半分ジャケ買いなんですけどね。
まあいい感じの、まあ歴史の長い人ですからね。そうですね。これじゃあ最近ってことはこのジャケットは割と若い子なのかな。そうでしょうね。ちょっと僕年代も気にしないでこれかなって感じで。まあ昔からそんなに若い顔はしてなかったと思うんですけど。はい、決まりました。あとこの外袋も結構厚めですね。はいはいはい。あ、これですか、この外袋。あ、これあの特注品なんです。やっぱりそうですか、はいはい、見抜きましたよ。あ、そうですか、すごいですね。これは違うと思います。あ、そうですか、これ、このシールというか、はい、のり付けができてちょっと厚手のやつっていうのを特注。そうですね、この大きさとかもこの厚さとかも全部あの指定して作ってもらってるんです。あ、はい、そうですか。もう何十年も作ってもらってます。はい、これなんかシールっていうのは意味こだわりあるんですか。普通シールじゃないじゃないですか、その普通のお店だと。シールあのシールっていうかここの部分です、のり付けの。のり付けですか。この全部パックができるんで、あの要するに一方通行だとあのやほこりが入るとかね、はいはいはい、そういうのもありますし、パックしてしといた方がまあ、何かと便利な。お客さんもいいし、お店に置いて、ね、もずっと長期保存していても、そうですね、あとカードがもうあっち行ったりこっち行ったりしないですし、はい、そうですか。まあいろいろ。いや、珍しいと思った、この厚手でこの糊付け。あ、打ち込んでよろしいんですか。はい、はい、事故。